さて今回は小松菜の栽培の様子です。10月3日種まき。長方形のプランターに2畳まきします。こちらが種ですね。袋は説明書代わりになりますのでなくさないように。小松菜の間にロメインレタスを植えました。レタスの虫除け効果に期待しております。それでは種をまいていきます。使用している種や道具などは概要欄に記載しております。こちらが小松菜の種です。でまずですね、種をまく場所を作ります。指で小さな溝を作る感じですね。深さは2センチもあれば十分です。でこう種をですね、指でこうひょいとつまんで巻いていきます。2センチごとに種をまくイメージなんですけれども結構難しいので、まあ、ある程度多めに種をまいてですね、後で間引こうかなと思います。まいた種が土に密着するように種を軽く押します。土を種にかけていきます。でかける土の量なんですけれども本当に少量でいいです。種が隠れる程度で十分です。最後に水やりをします。この霧モードでですね、細かい水を与えていこうかなと思います。で普通のシャワーですとかジョウロの水でももちろん大丈夫です。種が水の勢いで流れないように優しくあげました。10月6日種まき3日後、早速出てきましたね。10月12日、まあ、ご覧の通りですね、混み合ってますので適当に間引いていきます。10月16日、早速ですが肥料を追加します。こう野菜が植わってないところにですね、まきますので土をほぐして一握りの肥料をささっと巻いていきます。で土としっかり混ぜます。はい、で肥料のやりすぎは NG です。野菜に近すぎるのも NG です。野菜が傷んでしまいます。10月29日、ご覧の通りかなりもっさりしてきましたね。若葉ですごい緑が綺麗です。今のところいい感じですね。でまあ時々水やりもしていきます。根っこにかかるようにですね、水やりしていきます。11月15日、2回目の追肥です。まあ、1回目と同じ要領でですね、上げていきます。まあ、今回はちょっと根っこが張っててですね、土が硬いですね。で肥料をささーっと入れて土と混ぜていきます。かなり成長してきました。11月19日初収穫の日です。嬉しい瞬間ですね。で混んでいるところを間引きます。株間は最終5センチぐらい必要らしいです。ちょっとですね、間引くのが遅かったかなと思います。まあ仕方ないです。
11月25日引き続き間引いていきます。12月1日もうこれで間引き最後かなっていう感じですね。12月10日目標の5センチ間隔くらいになりました。やっぱり間引くのが遅かったみたいですね。ちょっと小さいですね全体的に。12月13日土が硬くなってきたので腐葉土を投入します。腐葉土はですね落ち葉などが原材料になってます。土と混ぜていきます。まあ、マッサージみたいなもんですね。12月17日間引きは完了したので大きい外葉を収穫していきます。まあ、外葉だけの収穫ですので長期的に収穫することができます。年が明けて1月19日、まあ、ご覧の通りあまり大きくなりませんが引き続き外葉を収穫していきます。おそらく寒さで成長がストップしたのかなと思います。まあ、葉っぱは小さいんですけれども子供のお弁当にはちょうどいいサイズかも。で黄色い葉っぱがですね見えるんですけれどもそれは食べれないので取り除きます。で、アブラムシがちょっと出てきましたので退治させていただきます。もうね素手でやっちゃってます。もちろん手袋をつけてでもいいです。そんなこんなで小松菜の栽培も終盤戦に入ってきました。春先になると菜花を収穫することができます。それと同時に自家採取にも挑戦したいと思います。2月の22日そろそろね菜花が出てくる頃なんですよね。きっとお、ありましたね。第一村人ですね。まあ、こんな感じでつぼみみたいな菜花が出てきます。2月の28日自家採取用の菜花に麻紐で目印をつけます。ああこうやって早く咲いたものがですね成長がいいというふうに勝手に解釈しちゃってますけど。3月4日菜花を収穫していきます。動画で出てるように素手でですねこう折れるくらいが柔らかくて美味しいです。春の風物詩菜花いいですよね、最高です。3月9日続々と菜花が取れます。私個人的にはオリーブオイルと塩で炒めるのが一番好きですね。うちの娘はですねこう生で食べちゃってます。もちろん生でもいけます。3月10日自家採取用の菜花の花が咲きました。なんかこう黄色くて小さくて優しそうな花ですね。でこうやって見ると野菜も植物なんだなと再確認しました。4月7日花が消えて鞘が現れました。4月24日鞘が黄色くなってきたので収穫します。根っこから掘り起こして根っこごと乾燥させるのが良いみたいです。
ちょうどいい軒下がないので室内乾燥します。で、根っこごと乾燥するのがいいって言ってたんですけれども、間違えて、切っちゃいました。根っこを切っちゃいました。まあ大丈夫だと思います。1週間後の4月30日、無事にカラカラになりました。早速鞘を割ってみます。あ、出ましたね、黒い粒が種ですね。で、ここからひたすら種を出します。なかなかいい感じじゃないでしょうか。で、種の袋に戻します。一応袋にいつ取れたかっていうのをメモしておきます。100粒ぐらいあるんですかね、ちょっと数えるの忘れちゃったんですけど。これで来年も小松菜が栽培できるかなと思います。楽しみですね。で、乾燥剤を入れた密閉容器に種を入れます。で、この後は冷蔵庫の野菜室で保存します。また来年もよろしくお願いしますと気持ちを込めました。以上が小松菜栽培の一連の流れでした。ちょっとおまけなんですけれども、妻がですね、小松菜の蒸しパンを作ってくれました。パン好きの息子くんも大満足の様子でした。さて、小松菜栽培で気づいたことをまとめます。間引きはなるべく早く、最終5センチ間隔。レタスは不要だったかも。外葉の収穫で長期収穫可能。菜花も楽しめて最高。種取りは意外と簡単。そんなところでしょうか。何かのご参考にしていただけると幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。菜園仲間が一人でも増えると嬉しいです。